中の女性自身に悠仁さまの、ね、進学問題で青木さんご夫妻のことが、ね、書いてましたけども、はい、紀子さまは4月6日に証券交代後がお召しになった大礼服を研究するシンポジウムに出席ということですね、はいはい。まあ、そして同じ日に、ね、青木さまと悠仁さまが玉川大学を視察したわけですね、うん、別行動ということで、まあ、この玉川大学では、ね、昆虫実験施設とかビオトープを視察したわけですね。言ってましたね。青木さまもね、いろんな意味で関心があるかもしれませんけども、珍しくね、悠仁さまが、まあ、関心を、ね、示している感じがしましたからね、まあ、笑顔でしたからね。トムとかネギとかは紀子さまが悠仁さまを東京大学に行かせるためにストーリーを描いている感じがしますけども、うん、ただまあ蜂に関してはね、悠仁さまが、まあ、この関心が、ね、ある感じでしたからね。そんな感じですね。そして青木さまがね、まあ、2月にもビオトープコンクールでも悠仁さま連れてね、行ったわけですね。高校生と喋ったりしてましたね。ね、まあ、この青木さんの、ね、行動に関して紀子さまが、まあ、不満を、ね、抱いているということで、うん、最近になって吉田公職大夫が定例会見で初めて、ね、進路について言及したわけですけども、はい、まあ、そこでね、まあ、波紋が広がっているようですね、うん、吉田公職大夫は記者から質問がな、ね、いにもかかわらず、まあ、悠仁さまが、ね、まあ、昆虫とか植物をはじめ自然環境について学ぶ自然史に関心を寄せられているということで述べたわけですね。トンボに興味があるとは言わずにね。そうですね、まあ、そしてまあこの、ね、分野に関して学べる大学を目指しているとね、まあ、唐突に会見で述べたわけですね、うん、まあ、これまでね、トンボ論文とか稲の話題がありましたけども、記者からね、質問がないのにいきなりね、志望分野について話すのは違和感があるとですね、まあ異例やと。来年のね、大学入学共通テストまでは9ヶ月ほどで、推薦入試は9月頃に出願が始まるわけですね。ね、だからまあ推薦に向けて発言させたのは間違いないとですね。ああ、そらね、まあ、今後ね、大学入学先を公表したときに批判が起きることは避けたいという紀子さまのご意向を受けて発言したんじゃないかとですね。はいはい。紀子さまの頭の回転が単純だからね、まあ、トンボが好きだから東大とか、そういったレベルで批判がね、なんで起きるのかが全くね、理解してないんですよね。まあ論文出したし東大行けるなんて当然でしょみたいな感じですか。そうですね、まあ、悠仁さまがね、特別な存在だから当たり前って感じでね、感覚なんでしょうけども、お進学先候補は東京大学とか筑波大学とか東京農業大学の名前が上がってるわけですね、ずっとね。ただ紀子さまは難関の国立大学に行かしたいということで、やはりね、東京大学が本命ですね。はい。祖父が東大で、紀子さまの弟も東京大学院で博士号を取得ですね。まあ、身近に東大ね、行ってる人が多いと、感覚的には当たり前に行けるって感じなんですかね。まあ、それがね、どうかわからないですけども、うん。雅子さまもね、東京大学で学ばれたってことで、東大しかね、ないって思いを強烈に抱かれてきたわけですね。まあ、頭は一直線やと、東大に。愛子さまがね、学習大学だから東京大学で買ったとかね、まあ、そんなレベルで考えてるかもしれませんけども、うん、しかもね、幼稚園の頃からそれはね、まあ、そういう感覚が出ていて、紀子さまがお茶の水の女子大学の名誉特別研究員に着任してから特別入園制度ができたわけですね。はいはい。で、まあ、その第1号でね、幼稚園に入って、高校でもね、定型校進学制度を作って筑波大附属高校に進学したわけですね。うん。だからまあ結構まあ長期的な計画として東京大学を目指してきたんだろうとですね。まあ制度作って第1号にしたりとか、なりふり構わないですもんね。そうですね。まあ、悠仁さまが初のね、東大卒の天皇となるべく紀子さまが進められてきた計画とかですね。まあ、悠仁さまがね、自ら東大を目指すんじゃなくて、紀子さまが目指してるだけなんですよね、本当。そうですね。まあ、その計画にね、最大の障壁となっているのが青木さまってことですね。うん。青木さまがね、大学進学の時に生物学を専攻できる大学を希望したけども、学習にしかね、行けなかったわけですね。はいはい。まあ、そしてまあ大学卒業後にね、オックスフォード大学で魚類の研究とかニワトリとかね、ナマズの研究とかもしたわけですね。まあ、タイで水に浸かってね、ナマズ採集してる写真が印象的ですけどね。そうですね。マクセンさんはね、これ学びたいことを自由に学べる環境への思いが強くて、まあ、昨年のね、誕生日の会見とかでも本人が何をしたいかってことがやはり一番大事ってことで述べたわけですね。まあ、本来その通りですけどね。そうですね。まあ、これまで青木さんはね、家のことは妻に任せてますからってことでね、お子さんの教育にはね、関わってこなかったわけですね。うん。でもここに来てね、悠仁さまのね、進学に絡み出したわけですね。夫婦の考えてる教育が違うと。ね、だからまあなんでね、今更この青木さんがね、悠仁さまの進学に絡み出したんだっていう思いを紀子さまはね、抱かれるんちゃうかとですね。まあここへ来ていきなりね。まあしかもなんか、悠仁さまは紀子さまと仲いい感じしないけど、秋篠宮さまにはちょっと懐いてる感じしますもんね。まだね、前回の分はね、そんな感じがしましたけどね。うん。まあ、この渡部教授に関しても、悠仁さまの進学先について、天皇とかね、皇族にとって、学問の研究は公的な役目にプラスされる付加価値としてね、機能しているということですね。あ、付加価値ね。まあ、一番大事なのはね、まあ、人格とか見識で、学歴とか学位は必要ないはずとかですね。本来ね。だから、多くの国民と接して、社会の問題に向き合われる学びとか、まあ、そういったのが、ね、悠仁さまにとって大切だということですね。なるほど。まあ、確かにね、最近の顔も見てたら、悠仁さまがね、悠仁さまの進学問題とかに絡んできてるのが分かるということで、はいはい。まあ、この間ね、紀子さまが証券交代後がお召しになった大礼服を研究するシンポジウムに出席ということでなってましたけども、うん、この日はね、前から分かってたわけですね。はい。まあ、これは2月の段階で明治神宮会館で4月6日に、まあ、開催ということでね、案内があったわけですね。うん。
まあ、この大礼服に関しては宮中で着用された最もね格式の高いドレスで、昭憲皇太后の大礼服は、まあ、現存するね最古のものですね。あのお引きずりっていうんですかね、あの裾が長い、あれすごいですね。そうですね、まあ、これね5年かけてね、まあ、修復ってことで、まあ、美智子様が支援したわけですね。はいはい。上皇ご夫妻がね昨年5月に京都の大聖堂で修復後の姿をね鑑賞したわけですね。うん。だからまあ紀子様としては絶対ねこれを見ておかないとってことでシンポジウムに出席したわけですね。あ、なるほど。まあ、これに関しては事前にね決まってたわけですね。うん。もう最近はね体調のほどとかねないんですけども、まあ、どうなんでしょうね。まあ胃腸の調子もいいと。ね、でもちょっとねここでもおかしいなと感じたのが、5年間修復されてきたわけですけども、まあ、支援したのがね美智子様だけですね。はい。ただまあ美智子様はね皇族妃じゃなくて内廷妃ということですね。うん。まあ、つまりそのお金はね上皇様のお金でもあるし、愛子様のねお金でもあるし、天皇皇后両陛下のお金でもあるということですね。なるほどね。それなのにね美智子様が支援されたプロジェクトってことに、ね、なってるわけですね。うん。美智子様ね個人が支援したプロジェクトで、まあ、上皇様とかね天皇皇后両陛下は一切関わっていないとなると、美智子様の個人のねお金から出されたってことですね。そうなりますかね。まあ、つまりそれだけね多額のお金とかを出す権力があるということを示しているね記事なわけですね。メディアはその件をね、まあ、詳しく報道してほしいですけどね。もう財布は美智子さんが握っていると。内廷費に関してはね天皇ご一家と上皇ご夫妻が使われるお金ですけども、うん、それ以外ね美智子様の個人資産が莫大にあるから、昭憲皇太后の大礼服の修復費用が出したわけですね。はい。でまあ、これまで美智子様は週刊誌とかをね買収しまくって、女性セブンなんかはね美智子セブンと呼ばれたりとかね、いろいろとこの週刊誌が買収されていると言われてきたわけですね。まあ、美智子セブンじゃなくて美智子セブンなのが面白いですけどね。そうですね。まあ、これね昭憲皇太后の大礼服を美智子様が支援ということで、まあ、一応これはね美智子様が本を出版してその印税の一部を使って支援ということになってるわけですね。そんなに本の印税って入ってるんですかね。まあ、これがまあだからね、まあ、支援したら額が入ってないんで100円なのかね1億円なのか10億円なのかね、まあ、具体的な支援額は分からないわけですね。ああなるほどね。まあ、この修復にはねバーバラ・ルーシュさんっていうねアメリカのコロンビア大学の名誉教授も関わってるわけですね。はい。まあ、この人はねアメリカの日本文学研究者で、1994年に美智子様がアメリカに行った時に面会した人ですね。30年前ですね。もうそうですね。まあ、それでこの人の活動に心打たれて、日本人の画家の平山さんとの間を取り持って財団創設して、そこにね美智子様が支援とかですね。はいはい。まあ、しかもこのねバーバラさんはニューヨーク在住だから、眞子さんの子としても使える人物ですね。あ、そこでも使えると、まあ、いくら支援したのか分からないですけども、うん。で眞子さんはねそういったねコネとか日本美術のコレクターで伊勢食品の会長でね、眞子さん部長にしてくれたら日本美術のコレクションを、まあ、寄贈しますよとかね、そういったコネがあってもねニューヨークとかで美術関係の仕事は絶望的ですからね。そんな強いコネがあってもダメなんですね。まあ、よっぽどね使い物にならないか分からないですけども、うん。まあ、それにしてもね美智子様はね本の印税の一部から支援ということですけども、他にもね美智子様専用の口座にね莫大なお金があるかもしれませんね。お金は腐るほどあるよと、まあ、普通に考えたらね上皇ご夫妻が内定費から支援したって方がねイメージがいいんですけども、うん、美智子様だけがね関わった、まあ、企画ってことで、まあ、感じが悪いですね。なんか印象がね。しかもこの修復がね出来上がった昭憲皇太后の大礼服を見に行くのがメインの目的でね、まあ、京都と奈良を訪問ってことで、はい。まあ、上皇様がねやはりねお飾りっていうのがよくわかりますね。美智子様主導ですね。そうですね。まあ、上皇様はね立てるんじゃなくて、美智子様が私をね見てみてっていうのがねわかりやすい指摘旅行ですね。まあ、それでも紀子様が絶対ねこのシンポジウムにね行くことが秋瀬様もね分かってたわけですね。さすがに予定は共有してるでしょうけどね。そうですね。まあ、それでまあその日にね合わせて玉川大学に視察したわけですね。うん。だからまあ2月頃の段階からね計画的に玉川大学を視察で考えたわけですね。あ、ちょっと前からね。それまあ考えたらね玉川大学は森信輝の協力で企業と提携するような、ね、関係になったようですけども、そのね森信輝さんのお孫さんが秋瀬さんのね父親と噂されている安西隆之さんってところでいろいろとね意味深ですね。はいはい。まあ、しかも玉川大学だけじゃないということで、1月10日にね秋田さんと、まあ、伊佐様が病棟ぶっこんくるの説明を受けられたわけですね。あ、2人でね。まあ、この日の公務を見てもね、まあ、この日にこの紀子様は済生会病院の公務、まあ、があったわけですね。おお。まあ、この済生会はね紀子様が生まれた病院でもあって、秋田様もね、まあ、そこの総裁でもあるから、まあ、出席をねされるべきでしたけども、はい、紀子様だけが説明を受けたわけですね。病棟ぶっこんくるの方が優先やと。そうですね。もしかしたら、ね、1月10日に、ね、済生会病院の理事長が来るけども、俺はねめんどくさいからお前だけね聞いてって感じで言ったんかもしれませんね。そんな感じの言い方だったら紀子さんはちょっと機嫌悪くなるでしょうけどね。そうですね。まあ、そして、まあ、紀子様としては別にね私が生まれた病院だしいいよって感じになったんかもしれませんけども、まあ、そしたらねその日にこの秋田様がね伊佐様と一緒に病棟部コンクールの授賞式について説明を受けたわけですね。お、まあ、この、ね、紀子様がこの完全に、ね、はめられたんかもしれませんけども、はい、公務の面でもね紀子様はより秋田さんの方がね要求が通るでしょうからね。ああ、そっちはね。まあ、実際ね病棟部コンクールに関してはね2月4日に行われて、紀子様が予定がなかったけども行かなかったわけですね。うん。まあ、お前ね話聞いてないから行けないだろうという感じでね言われたんかもしれませんけども行かなかったということで、はい。
まあ、大体まあ高校のね、1月から始まるのが1月8日でね、でもまあこの成人の日だったからね、筑波大附属高校の学校始めはね、おそらくね、1月9日ですね。はいはい。まあ、つまり1月10日はね、水曜日で、学校の授業はね、ある日ですね。おお。まあ、それなのに、アクシャン様とね、久様だけが面会して、病棟部コンクールについてね、説明を受けたわけですね。はいはい。能登半島地震についての説明とかね、そういったことをね、紀子様とか聞いてみたいですけども、おそらくね、午前中に終わったってことで、うん、まあ、それから午後すぐにね、聞いたりとかして、そんな長時間ね、説明とか受けないでしょうからね。まあね。逆に久様に関しては授業があるから、お昼過ぎでね、まあ、3時以降か、まあ、それから、ね、バドミントン終わってからね、夕方行こうとかね、そういう感じなんで、だから紀子様もね、時間を合わせて、その話をね、聞けたはずですからね。あ、一緒にね。まあ、仮にこの再生会からの説明の事件がダブっててもね、少しぐらい時間とかはね、変更できるでしょうからね。うん。まあでもね、のけもんされたわけですね。まあ、久様が学校をサボってね、病棟部コンクールの説明を受けられたのか、学校が終わってからね、だったとしたら、休暇様もおそらく終わってるはずだからね、聞けるはずですけども、のけもんされたわけですね。まあ、故意にやったんですね。そうですね。まあ、もしかしたら休暇様終わってからね、まあ、聞いたんかもしれませんけども、うん、まあ、この久様が学校を、ね、休んでからこの説明を受けられていてもやばいし、休暇様にね、教えずにこっそりとね、やっててもね、相当ね、仲が悪いのが分かりますからね。まあ、さすがに、当日の息子と旦那の予定はね、知ってたんじゃないですか。家族の予定、全く把握してないってことはないでしょうけどね。そうですね。まあ、そして、ね、秋田さんとね、久志様が、まあ、この昨年7月末にね、鹿児島に訪問ということで、でもね、菊花様はコロナに感染していけなかったわけですね。あ、感染してなかったらいけたんですかね。で、まあ、菊花様はおそらくね、コロナに感染してないこともね、判明ということで、うん、まずこの菊花様がコロナに感染したと公表したのが7月24日ですね。はいはい。その前の公務ではね、7月22日にアクション放送がね、北海道にいたわけですね。ほう。2日間一緒でアクション放送はね、結構まあそのトレンドをして、マスクもしなかったですね。ああ、してないことですね。いうとまあ学生と懇談とかもしてましたけども、うん。だからまあここでね、コロナに感染してたら、間違いなくね、アクションさんもね、濃厚接触ですね。確かに。だからまあここになくて、残る可能性としてはね、一つで、ブラジル日本語センターが主催した、ブラジルのね、生徒と、アクションご一家との、ね、交流ですね。あ、久志様がめちゃくちゃつまらなそうな表情してたやつね。そうですね。アクションご一家がね、まあ、総出で出てましたけども、うん、まあ、それでね、みんなマスクなしでね、出てたわけですね。はいはい。まあ、全員がね、濃厚接触ってことで、しかもね、グループに分かれて会話するときも、佳子様と紀子様が一緒になってね、輪になって生徒たちと交流とかですね。まあ、みんなでね。まあ、それにこの佳子様がね、濃厚接触ってことで、はい、まあ、それなのに佳子様はね、翌日高校の馬術競技大会に静岡まで行ってね、出席したわけですね。普通にやってましたね。しかもまあマスクなしってことで、まあ、この検査とかでね、陰性でコロナ5類だから別にいいですけども、うん、まあ、完全に濃厚接触とね、分かった上で接する方もね、嫌でしょうね。そら、関わる人のことを考えたらね、ちょっと嫌でしょうね。そうですね。まあ、ちなみにこのアクション大阪はね、鹿児島に行く前の、まあ、これ28日にオンラインでベトナム訪問の説明をね、受けられたとあるわけですね。はい。まあ、オンラインだからね、別の部屋かも分かんないですけども、まあ、これもね、怪しいわけですね。お、まあ、そしてね、コロナ5類だから、発症日から5日でね、まあ、6日目からは解除だから、ギリギリね、鹿児島には行けたわけですね。際どいですね。そうですね、しかもね、紀子様はこの7月31日も宮内庁人事の移動者とね、まあ、面会とあるわけですね。おお。8月1日にもね、海外の大使と面会してるわけですね。立て続けにね。だからまあ全然ね、7月29日の鹿児島文化祭にもね、行けたと思いますけどね。確かに。まあ、そういうのはね、欠席ってことで、もしかするとね、秋田さんの関係が悪化して、お前来るなって感じになったのかもしれませんね。まあお父さんとね、2人だけで旅行したりとかしてね、ずっといると、まあ男同士だけの話もするでしょうし、仲がね、深まってるんかもしれないですね、秋篠宮様と久様も。そうですね。まあ、だからまあそれ考えるとね、久様の進学に関しては最近は秋篠様はね、指導って感じで見えるんで、はい、東京大学じゃなくてやはりね、玉川大学もあるんかもしれませんね。まあ秋篠宮様の言うことの方が紀子様より久様には影響してくるでしょうからね。そうですね。まあ、東京大学はね、さすがにないかもしれませんけども、うん、玉川大学だったらね、まあ、十分あるかなってことで、あれ点でもね、合格できるし、まあこれがね、宮田大学に、ね、行けると思いますけども、どうなりますかね。まあ、玉川大学に行くのが無難なところに落ち着いたなって世間もなると思うんです、いいと思うんですけど、まあ、大炎上してでも強引に東大に行くのが今までの秋篠宮家なんで、注目ですけどね。そうですね。うん、まあ、今後ね、どちら点かなところがね、よかったらコメントもらって嬉しいですね。ぜひコメントください。あと、チャンネル登録の方は登録の方お願いします。よろしくお願いします。